さあ、皆様方、新年明けましておめでとうございます。おめでとうございます。我ら名古屋おもてなしチーム招待拙者新合体トーマと申す弥太郎にございます。武将の方々をお助けするため、津々浦々の戦場を東へ西へ、我ら縁の下の力持ち名古屋おもてなし武将隊新合体よろしくお願いいたします。ありがとうございます。改めまして皆様方、明けましておめでとうござる。昨年は皆様方のご支援たまり誠に片付けのうございました。本年も我ら駆け抜けてまいりますゆえに、皆様方のご支援何とぞよろしくお願いいたします。堅苦しいのやめじゃ、やめじゃ、やめじゃ、もう固い挨拶はええだろ。新年じゃか、まあ、新年じゃが、もう固いのはええ、気楽に言ってまいろ。まあ、一年な、楽しんでまいろうってことだよ。皆様の楽しむ方法があるんだろ。なんじゃ、勝ち時をの、おお、やってみやれ。これはよいな。おお、勝ち時とはの、勝ち草を願ってあげるものにございます。こたびは新年一発目ということで、はい、勝ち戦にいたしましょうぞ。ゆえに皆様、勝ち時をやっていただきたくて、その勝ち時の説明をトーマ、お願いいたします。はい、分かった。ではですか、皆様方、握り拳を掲げていただいて、おう、えいえいおう、えいえいおう、えいえいおうと、このように声を上げます。おう、皆様方は、えいえいに続いて、おうと、おうと、元気のええ声をくださいませ。では、皆様方、一度上げてまいりますと。いいですか、後ろの方も前の方も小さなワッパ姫もお願いいたす。ありがとうございます。さあ、今年一年が良き年になりますように、勝ち時を上げてまいりましょうぞ。皆の者、勝ち時じゃ。それえいえいえいおーえいえいおーえいえいおー、ありがとうございます。我ら名古屋おもてなし部招待は400年前よりよみがえりし物の物集団、本日は現世という戦国の世を生きる皆様方にたくさんの元気とありったけの勇気を精神誠意お届けする所存でございます。世は太平なる、その暮らし楽にやる、民は必死に生きております。その様は400年前戦国の世と何も変わりませぬ。ゆえに方々はよみがえり。家康殿、ここはどこじゃ。幾様にござる。ここは桶狭間か。違います。ここは三方ヶ原か。違います。では都市、ここは長篠か。違います。ここは関ヶ原か。違います。ではどこじゃ。日の本の国、平成の世の合戦場にございます。面白い。見える者、出陣じゃ。
損傷。織田家転向にして加賀前田家当主前田利家。自信二の梅の花一番槍の誉れとともに振るう穂先は民のため我こそは槍の又左前田又左衛門利家なり。我慢を重ねること幾数年、最後の最後に全国を制覇した天下人徳川家康、今年も新年めでとうさんじゃ。拍手が足らんのもっとじゃ。それがね、共に参ろう。やれ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 。拍手はどういたした。人の一生は共にお手遠き道を行くのだし、一足べからず一馬の上が熱心を導かぬ終わりの上は海辺の僧徳川家康。はあ、この改革で百姓から天下人へ、民に愛されし戦国一の出世頭豊臣秀吉。さあ皆の衆、わしが見えたら元曲手振ってちょー、手振ってちょーよ、ほれほれ手がちぎれるほど振ってちょー。さあさあさあ、新年一発目じゃ、たくさん振ってちょー。そして皆の衆、改めて新年明けまして、言わしてちょー、言わしてちょーよ。いや新年の挨拶が、うわー、いやさあほら、あぶりやて、わしが上から行こうとしとるのに上から来たらいかんがね。みんなもそう思うじゃろ。おれ、わしのミスは取ったらかんて、すいません、しっかりわしの勝ち。そして新年明けましておめでとうさんじゃ。おみやたち、夢持つなら、どういりゃ夢持ってちょうだよ。このわしを見てちょう。生まれた身分なんて関係ないがね。皆の衆、わしとどういりゃ夢見ようまい。戦国一の出世者、わしが最高豊臣秀吉じゃ。はあ、皆の者、勝利の前祝いじゃ、勝ち時を挙げようまい。はっ、名古屋とここに集まりし皆々の明るい未来に向かって勝ち時じゃ。そらー、えいえい、あえいえい、あえいえい、あ我らはここによみがえる。我らはこの時代に生きる皆の声を聞いた。必死に誰かを幸せにするために戦い続ける皆の声を聞いた。だから我らはここに蘇る。どんなことが起こったとしても共に苦しもうではないか、共に悩もうではないか、共に喜ぼうではないか、共に楽しもうではないか、共に生きようではにゃか。我ら名古屋おもてなし招待まい。
秀吉殿。なんじゃ。改めて新年の挨拶をばよろしゅうお頼みます。幸いだった。皆の衆、新年明けましておめでとうさん。今日はうまく新年の挨拶ができない日かな。わしは先ほども邪魔されて。家康殿はこれは確信犯というやつやな。なぜ邪魔をするんじゃ。やはりわし徳川家康は新年に笑うという文化を定着させた男ということで。確かに実は漫才の文化を根付かせたのはわし徳川家康なんじゃ。その中でも繰り返し繰り返し行うことにより笑いを増幅させるという。なるほど。この日の本の国の笑いの文化天丼なるものですな。なるほど。それをいたしたいと思い。なるほど。くらいました。改めて皆の衆、新年明けましておめでとうさんじゃ。確かに言われてみれば繰り返すと増幅するね。さようです。ただ家康殿、わしこれただの勘じゃけども、あと1回やったら失笑に変わると思う。なるほど、はい、では改めて皆の衆、よいか。秀吉殿が挨拶するがゆえに皆しも、よし、改めて皆の衆、新年明けましておめでとうさんじゃ。言えるんか言えるんか。ここは気持ちよく言えるけど、なんか気持ちよくない。これが漫才の面白いところ。さようですか。三度目は違うことを行うというのは、この日の本の笑いの文化の一つでござるな。はい、わかった。まあ、ということで、終わり漫才というものが先ほど、ありましたな。千人で披露いたしたということで、まあ、この終わりの漫才が、それがまたこの何百年と、超えて今の漫才というものに変わっていったんじゃな。さようですな。まあ、ゆえに今は第3次、もしくは第4次お笑いブームなる流行があると聞くが、いやいや、そうではない。そうではないと。第1次お笑いの波を起こしたのはわし徳川家康だでな。よくわからんが、みんな拍手をいたしてくれた。ありがとう。でもあんまり知られとらんでね。いや、良き部分だと思うよ。笑いを提供するというのはな。さあさあ、まあ、せっかく新年だで、ぜひわしは皆の抱負を聞いていきたいんじゃんか。じゃか。急に秀吉殿の抱負は日の本の日本語を上手に喋るということ。なるほど。昔からわし下手くそなんで。いやいや、そんなことありませんぞ。ということで抱負を聞きたいんじゃんか。では一人一人聞いてくれな。何時間かかるかわからん。では代表してこちらのとても美しき姫に聞いていこう。姫は今年の抱負は何かの。どうなりたい。どうした、秀吉が怖いか。はあ、聞いたか。犬の世話を頑張りたいということが素晴らしい。今は猿の世話も上手にできた。猿や。もう主はもう猿や。はい、握手。はいはい、素晴らしい。素晴らしいね。いや、とてもいい抱負じゃな。ということで、民代表として今姫に聞いたんで、ぜひ。では、どちらに。年上から。わしか。おう、抱負。今年の抱負か。おじゃの。うまいもんを餃子食う。甘やかすな。これはただの私利私欲じゃからな。豊富じゃない、私利私欲じゃ。いやうみゃもん食う。うみゃもん食うで、まあその幸せをな、まず自分で味わうと。そしてその味わった幸せをみんなにもな、共有してまいろうな。なるほど、それはいいことじゃな。確かに我ら名古屋おもてなし武将隊はこの名古屋城を居城にいたし、全国、はたまた世界に飛び立っとるわけなんじゃ。つい最近だと高知なるところにわしと、まあ、としえと、やたろうという足軽3名で行ったんじゃけども、このようにいろんなところでこの名古屋の周知活動をしとる。まあ、梅あもんを食べるというのはそれを一つかもしれんでな。いい、まあ確かにいい方じゃね。素晴らしいですな。腹いっぱい食べて。腹いっぱい食べて。いえ、その。わしは胸いっぱいになるほどに皆と笑い合いたい。あ、なるほど。結構今かなったんだよね。か、まだまだ足りぬか。ゆえに正月の仰天よりその年の大晦日と心得るべし。大晦日だけが忙しいわけではなく、日々大切にするということで、今日は1日目笑え申した。明日も明後日も毎日笑って過ごしたいですね。笑い方惹かれる笑い方だな、それはな。さようでござる。あ、そこから近づくから。そんな豊臣秀吉殿は、そうじゃな、私の今年の抱負は、頑張らずして楽しむ。なるほど。
や俺笑っとるけど大事だよ。違うんじゃ、これ深い意味があるようで浅いんじゃけどもその浅い意味というのを聞かせてもらう。まあわし人生は楽せなあかんと思うんじゃ。今の広本のためは戦仕事が大変だと思うんじゃ。ちょっと頑張りすぎだと思う。少しは手抜いてもいいと思うぞ。手抜いて楽して楽しく生きれる方法も見出していく。そしてそういったものがたくさん増えれば、家康のが言ったなあ、笑顔がたくさん一緒に笑うことができるということで、まあ楽してなあ楽しく生きようではにゃか。わしからは以上じゃ。なるほど、まあ、頑張りすぎると無理になってもらうな。そうじゃそうじゃ、昔のわしみたいになってしまうでね。反応がいまいち。では次行こうか。いいですか。次行こう。さようですな。さあこの後はな、我ら名古屋おもてなし武将隊と共に写真撮影なんじゃが、その前に我らの姿も写してもらいたい、うん、ということで写真撮影第1弾じゃ。1弾、ありがとうございます。その際にわしらがみんなに届けたき言葉っていうのがあるわな、秀吉。それはこれじゃ、どうもようこそ名古屋へ、ありがとうござる、 Welcome to 名古屋ということで。素晴らしい、ありがとうございます。マテルモ、そうなんじゃ、わしどっちかというと日の本の言葉より英語の方が得意かもしれない。なぜ。なるほど、それでガテンが行き申した。おう、何がじゃ。先ほどのことかね。さようですな。ではこっち、おこっち行こう、こっち。ちなみにバテレン語でこっちから参るというのは、こっちから参る。今は利用したの、いろんな方が不自由なんだけど、利用したの。私は数えてまいる。それでは参る。一つ、二つ、三つ、外国のものに向いて、ワン、ツー、スリー、しまいじゃ。はい、ありがとうございます。では反対側参ろうか。秀吉さんもお忙しいですな。そうだ、じゃあいろんなとこに顔向けたやらとね。そうそう、では参るぞ。はい、一つ、二つ、三つ、ワン、ツー、スリー、しまいじゃ。そういうことでございます。そういうことじゃ。ああ、素晴らしい。後ろも見ろと。すぐにね、秀吉様についてまいります。素晴らしい。先に言うとこが、ここで後ろ見ても誰もおらんねんな。確かに。そこをなぜ先に言われるか。そうね、潰されたね。いや、さすが。そう。さあ、これでは無限ではないか。ワン、ツー、スリー、しまいじゃ。これよ、これでも抜くのが天下人。これでも抜くのが天下人。さあ、ではイエスの次はいかなる写真撮影第2弾じゃ。ありがとうございます。好きな武将と写真が撮れるがゆえにな、今座っておる者たちは敷物等々を整えながらゆっくり立ち上がってくれるかの。今立っておる者たちはからくり等々をしまいながら聞いてくれるか。まず秀吉とのわし徳川家康前田利家殿といずれか1枚だけ一緒に写真が撮れるがゆえに、今から列を作るでの、必ず全員と撮れるがゆえに押し合いへし合いなきようにいたせ。子供や年を召し取る者や異国より参りし海外の者たちやな、そういった者たちをどうぞと前に家族ごと出してやるがよいぞ。